おはようございます時刻は9時37分です4月29日ゴールデンウィークのスタートでございます今日もコモさん小森康則が長官チェックを天神橋筋商店街天六天子りスタジオからお届けをしてまいりますどうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ えー、昨日魚が食べたい魚が食べたいって言っておりまして朝は食べられなかったんですが、お昼この近くにできました魚屋さんへ行ってまいりました。えー、あの良かったです。はい、えー、ちょっと写真ありますね。えー、お見せしましょうか。えー、っとこちらですね。はい。 これではちょっと厚さがわかりませんが分厚い焼き鮭を頂戴いたしましたはいえー、美味しくいただきましたまたあのまあお店ってねええー、初日というかオペレーションが、はあ、ぐちゃぐちゃになるのはこれはまたまあ仕方がないことでもありましてねええー、であの隣の育てた人がええー いや、後から来た人のやつが、さっき出てきてるやんけ、と。<laughs> まだ来へんのか、でも、キャンセルする前で、帰ってきあったりして、ね、まあまあ、あの、そういうことは。飲食店では、ありがちなことでありますけれども、まあ、お近くですので、また、これからも行きたいと思っております。えー、っと、おめでとうございます、というのは、チラシ出す、ですね。M. B. S. ラジオ、ナイターオフの番組、チラシ出す、が。 ギャラクシー賞とというのを取ったとで全,国、まあ、全国大会みたいなものがありましてそちらにあの進むということですのでひょっとしたらもっと大きな賞がもらえるかもしれない。私も 1> 1回だけ黒田さんが熱出してお休みになった時にお手伝いさせてもらいましたけれどもあの、まあ、要はプロがプロ同士で選ぶというようなそういうショーでございましてね大月さんからプロデューサーから昨日連絡がありまして黒田さんとも電話しましたんでおめでとうございます言って言っておりましたこれでもう多分あの今シーズンというから終わった次のナイターの時も、まあ、これはもうどう考えたっていう番組は。 続くわなという感じでございますよね。本当におめでとうございます。さあそんな嬉しいニュースも届いておりますが、新聞は辛いニュースも多いですね。えー、今日はこの後。 11時オープンで今日はまあ2時までという短縮になりますけれどもこちら準備しております昭和レトロ家電ポスター展というものを増田健一さんのコレクションの中から持ってきてもらいまして楽しいイベントを用意しておりますのでもしよろしければお越しくださいませ今日明日は11時から2時までの短縮そして日曜日以降はあ夕方の5時までというふうになっております。 では今日は朝日新聞を買ってきております長官チェックヘッドラインです日銀は長期金利を低く抑えるための差し値オペを毎日行うことを決めましたこれを受けて円安がさらに進み一時131円台にまで円相場は下がっています ウクライナを訪問している国連のグレーテス事務総長はロシアによる虐殺が行われたブチャを視察した後とゼレンスキー大統領と会談ロシアによる侵略を強く非難しました知床半島沖での観光船遭難で昨日3人が半島の東側ラウス側で見つかりいずれも死亡していました 行方がわからない人は12人となっています東京電力は昨日2022年3月期の決算を発表純利益が56億円と前の期に比べて96.6%減りました燃料価格の高騰などが要因ですが利益が出ないと福島第一原発事故への対応にも影響が出てきます 日本維新の会と国民民主党が参議院選挙の一部選挙区で協力するという方針について双方が破棄する方向で調整に入りました山梨県道志村の山中で人の頭の骨の一部が見つかったことを受け一帯を捜査していた山梨県警は昨日子供用の靴を見つけたと発表しました 2019年行方不明になった小倉美咲ちゃんの靴とよく似ているということです今朝の不正ニュースです三菱電機が原子力発電所や鉄道会社に出荷した変圧器で不正をしていた問題で社長が昨日の会見で謝罪しました不正は40年にわたって続いていたということです 水道管に不適切な塗料が使われていた問題で、浸透塗料は昨日工業用など別の塗料でも嘘のデータを提出するなど、不正が552件あったことを明らかにしましたドイツ検察当局は、自動車大手スズキがディーゼル車の排ガス検査で、その時だけ有害物質を取り除く装置を使っていた疑いがあるとして、ヨーロッパの拠点を捜索しました。 阪神タイガースです中日に3対2 1点差で勝ちました3連勝勝ち星を7つとし2桁勝利まであと3つとなりました5月にも達成される見込みだと私は思います以上4月29日金曜日祝日ですね、えー、ゴールデンウィークのスタートでございます朝刊チェックヘッドラインでした 時刻は9時44分です。朝日新聞は円高をトップに持ってきております。あ、円安です。円安をトップに持ってきています。一時131円台。まああの大台の部分120円台、130円台というのはまあ一つ心理的な壁であったりはするんですが、そこをもポーンと超えてしまいました。日本景気が悪いので。 金利を安くししておきましょう長期金利が上がりがちなので今のところそして、えー、日銀がそこに出てまいりまして特定の利回りを指定して国債を無制限に買い入れるというそれを指し値オペと言うんだそうです。営業している日は毎日やりますと決めました。 となりますとアメリカなどは金利を上げていくさらに上がっていくという今あふうに言われております日本と外国との金利の差があるのでそれは円安に触れると、まあ、そのことは分かっているけれども輸入するものの値段が高くなりますからさらに物価が上がっていくんですけれど基本円安というのは日本にとってメリットなのだと。まあ、確かに、 日本で作ったものを海外に売った場合にですね、えー、それが1ドルのものであれば85円なのか100円なのか115円なのかそして131円なのかとなると日本の輸出企業は儲かりますから、うん、まあこれは円安に触れようが円高に触れようがメリットデメリットがあるのは当然なんですけれど。 もうそのお金をジャブジャブにしてきた今の日銀黒田総裁の元では引き返すことができないんでしょうねで引き返すことができない状況になった時に引き返そうと思ったらトップが変わるしかないんでしょうねええー、今日は引き返す勇気というで 言葉をタイトルにしましまたこれは自分にとっての次回の念の部分もありましてですね一度やり始めたことをなかなかやめたくない、うん、しかもそれが結果が出ない間に、うん、というのはありますよねまあこ,のここのスタジオであったり YouTube であったりっていうのも そうなんですけまあいや頑張りましょうともっともっと頑張りましょうもっともっともっと頑張りましょういやもっと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 頑張りましょうなんですけどまあもちろんこの円安のことであったりとか後で出てくる知床半島の観光船の問題とはまた違いますけれどなかなかこう引き返す。 という勇気を人は持ちにくいものであるというのはそれは自分でもそう思いますね。うん、そうなんですよで日銀はどこまでいくんでしょうか、えー、このまま円安を是認していくんでしょうか。 2つの見方があってまあ135円ぐらいまで行ってそっからまあ戻ってその120円110円にまではいかないだろうけど今ぐらいの水準で行くんじゃないかという見方、うん、でまあね経済のことってもちろんまあ数式にもなったりはしますけど。 あの景気は気からって言ってねその気持ちの問題やったりもしますんで,であ,あるいはまあこの戦争の問題が絡んできたりもするんで正直わからないんですけどねもうピタッと当たったところで当たるも発見当たらぬも発見みたいなところなんですけど、えー、元参議院議員伝説のディーラーとも呼ばれた藤巻さん、うん、このままいくとえらいことになりますよと。 円安というのは円の価値がなくなっていってて日本が売られているということですと3つの要因が円安急激な動きにありますと1つは日本の経常収支が赤字になってきた2つ目が日本とアメリカの金利差が開いてきたアメリカは上げていきますそして第3にアメリカでは金融の量的引き締めが始まる日本はジャブジャブでいくうん。 ドルの争奪戦が始まり円安はさらに深刻な水準まで進むだろうどのくらいまで円安進むと思いますかということについて伝説のディーラーはどう言っているか結果から言うと今のうちにまだドルこうどいた方がいいよって言ってあるんですけどね1ドル4,500円えー、ええー、え。 いいやいや僕ら子どもの時は固定相場で360円でしたでまあ,あの持ち出しの制限なんかもあって海外旅行行く人は闇ドルを買わへんかったらあかんかったりしました公定レートは1ドル360円ですけど実際400円500円近いレートで交換した人も僕よりも年齢上の人たちはいるでしょうけれどえっそんな100円 三十何万円とか百四十円とかって言ってる場合じゃないですよね。そんなにですかと。原記者編集委員聞いております。いやもう円を発行する日銀が債務超過に陥る危険があるからなんだと。うん。お金を吸って吸って吸りまくって政府の財政を支えてきて。今大量の低利回りの国債を抱えている。 金利上昇やインフレが始まると金融引き締めを迫られるそうすると日銀自身が保有する国債の含み損が急に膨らんで事実上の債務超過になったと見なされる市場からそう見なされてしまうつまりもう日本の円に価値はないとドルだということですね。うーん 日本の国債は投げ売りとなるだろうというようなまあ極論でしょうけれどもですねえまあそうなるとまあお金持ってる人は持ってる人でえらいことを得する人損する人でしょうし持ってない人らにとっては普通に買うものの値段がまあ単純に言うて1キロ1ドルって言われてたものが 120円やったのが130円になるものが400円や500円になるということですから。<の>ねえ。ということは吉野家の牛丼が何本何年とアメリカから輸入するのにっていうそういう恐ろしいインタビュー記事も出ております。引き返す勇気、どっかないんでしょうかね。うん、9時52分 国連の事務総長ゼレンスキーさんと会談をしましたその前にブチャなどを視察をいたしました、まあ、ロシア行ってプーチンに相手にされなかったわけですねで今回も、えー、自分が行ってる間にキーウに2発ミサイルが撃ち込まれたようです、まあ、これは純粋にというか、うん、その戦争としてのことなのか まあどう考えたって、そこにねえ国連の事務総長が来てるということは分かっているわけですからうんその命令が出されてミサイルのスイッチが押されたボタンが押されたというのはもうなめきられてるというそういうことですよね。人道支援の拡大議論へとか。 っていう見出しは出ておりますけれどもね、うんえー、NHK のニュースサイトは、会談後の共同記者会見についても触れております、ロシアによる侵略は他国の領土の侵害で明らかな国,国連憲章違反であると、国連の安全保障理事会は侵略を止めることができず失望している、自分に安保理を変える力はないがと、国連事務総長。 その失敗を乗り越えるためのあらゆる努力をすると、それはやっていただきたいですけど、結局、力がないということを言っているわけですね。で、マリオポリで取り残されていると見られる市民の避難、国連の関与について、人々を救出するため全力を尽くしていると、国連の機関の人たちもあちこちで取り残されていたりしているでしょうからね。ただまあ具体的なことについては 言及がありませんでした一方ゼレンスキー大統領これまで国連を批判していますと何やってくてんねんともっとちゃんとやってくれと言ってきたわけですがまあ事務総長を迎え事務総長が現場を視察した民間人の虐殺について国連の調査に期待したいというふうに言ってはおります。でロシアがが占領しているるところでは住民投票が行われる ような動きがありますけれど、ウクライナ側の抵抗でそれがあ予定通りにはいかないのではないかというのが戦況だそうでございます。9時55分、連日お伝えしております知床沖で遭難をしましたあ観光船まだ見つかっていません、沈没したとみられますで三人新たに 亡くなくって見つかりましたあ知床半島が突き出していて西側夕日の見える側の港から出て知床半島の,の先っちょまで行って帰ってくるというそういうルートの途中おそらく有名な滝の辺りで遭難したと見られているわけですけれど昨日見つかった3人はあ岬を越えて 東側ですすね、えー、そちらの方でで見つかっていいるととうことですで今日の「朝日新聞天成人号こんなふうに考える航空会社があったらどうだろうかともしも、うん、天候を理由に欠航すればお客さんから不満が出るなので一旦飛行機にお客さんを乗せそして飛び立って 乱気流中飛んでいやもう引き返してくれという声が出るのを待って条件付きで帰ってくるようやく納得客にしてもらうそんな飛行機会社があったらどうだろうとドリフのコントじゃないんですけどね、うん、絶対にありえないとしかし社長が説明したのはせっかく わわざわざ遠くまで知床まで来たんだから船に乗りたいなので実際に揺れる中海に出て「いやもう帰ってくれ」そんな気持ちになってもろたら納得して帰ってきますいや。いやそんなことこれまでもやってたんですかと。うん、で、えー、無線のアンテナのことを。 しかりです、ねうん、天気予報、まあ、気圧配置を見ればもちろん、うん、地域地域の固有の,あの天候の変化はありますけれども大まかな流れっていうのは今もう分かるわけですからね天気図も普通の天気図だけじゃなくて高層天気図もありゃ風の向きのことも上空のも予想されていたりとかえ僕もずっとラジオやってるときにはさまざまなあそういうデータを 駆使してお話ししててお話いましたけれどまあ大体そんなお粗末さがあまりにも無ごい結果を招いてしまったとでまあお一人お一人のさまざまな状況を結婚するのをプロポーズするという人があったりとかまあお父さんお母さんと来てた子供がいるとかまあそれはそれ一つね,えね詰まる思いですけれどそういった。 ことが書かれておりますそしてまあ今日からゴールデンウィーク機械や道具に不調はないのか安全意識は錆びついていないのかいくら点検してもしすぎることはないとまあまあ正論ですけどねでまあほとんどのところはもちろんそういう安全な方へ安全な方へということで、えー、動いてはるかとは思うんですけれど。 ただまあその引き返す勇気を持たずに進んでしまっていてそれが悪いことであっても後で不正ニュースっていうのを今日3本しましたけれど悪いことであると分かっていてもいや先輩らの頃からずっとやってたんやということで言ってしまったりあるいはまあ知床の場合は。 えー、もうそういう人を切っていったわけですよね辞めていったわけですよねまあ一人一人の最終的にそれは解釈合の解雇なのか自己都合で辞めていったっていうことになるのかという書,書面上のことは別としてですね、うんうん、いなくなっていってるでこの止まる引き返す勇気はなくて そして決算書からだけ逆算をしてこのぐらいに費用を抑えないといかんのだとあるいは抑えれば抑えるほど利益が出るのだということから言われるコストダウンまあトヨタ自動車をはじめですね乾いた雑巾を絞ってでもそれを毎年毎年コストダウンっていう まあまあ、文化って,っておかしいですけどそういう厳しい競争の中でや,やるビジネスももちろんありますそのことが全て咎められるわけではないですけれどその現場の工夫であるとかその工夫を促すためのコストダウンの号令ではなくですねただ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 決算書をどうするかって。で その上費のねいらない経費を下げましょうとかっていうことではなくってただただ一律5%カット10%カット20%カット政策費50%カット日経新聞は取りませんあすみませんああ僕が経験していたことですねただ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 今期このぐらいにしなあかんからということから 現場の事情とかそんなことは関係なく経費を下げる号令を出すバカ経営者それを「はいはい!」と言ってやるういやつだけが残るそこに対して「いやそれはいや経費を下げるのは分かりますけれどそこまで下げたらあかんでしょう」とか「これはいります」とか。 っていうことを言う人間は疎んじられ飛ばされ切られそして「はいはい」って言って「はい切りました」っていう人が徴用される会社は組織はあちこちにありますよねあちこちにびっくりするほどだから あの赤いネクタイまあそあの真っ赤っのネクタイではなくてまあそあの渋めの赤でしたけどあの社長がまあ今ねみんなに叩かれてますまあ叩かれまあやってしまっていることで言うとと叩かれるでしょうしその根本的な考え方の考え違いをしているところも糾弾されても仕方ないですけれど彼をかばおうというんじゃなくて。 そんな体質の会社は履いて捨てるほどあるんじゃないですかええそのねただただコストカットコストカットコストカットっていううんだけのことでまあ,あ遊覧船の場合もちろん安全です、うん、でも他の仕事にもここは ここは守っとかへんかったらあかんやろというクオリティのミニマムのラインというのがあると思うんですけどそれはまあ規制とかルールにの,のっとるというのは当然の話としてですねえお宅の周りにもありませんか、うん、でもまあ人のことはよう見えるけど自分のところのことは見えてへんのですよねうん僕ら離れたからよう見えますけどねええー まあその犠牲になった人のことを考えてそれでってそんなことを言うつもりは全然ないんですけれどそしてあのできてなかったことについての責任は当然問われるでしょうけれども自分たちの周りにもそういう会社や組織はあるんじゃないですか。ででももかんでも 切っていけばえっちゅうもんじゃないですよね10時4分東京電力は昨日2022年3月期の決算を発表いたしました、えー、大きく下げたときもありますが V 字回復をしてそれなりに利益は出ていたんですけれど燃料費の高騰などでやっていけないとでまあ、赤字の予想をしてたところからすると純利益、まあ、それはうちながらしたら50% 6億もあったら、もうそらは万々歳剤ですけど、本来、4千億とか5千億とかっていうぐらいのですね利益が出て、そして、まあ、その利益の中から、まあ、新幹線で稼いでローカル線に渡すじゃないですけれど、福島第一原発の事故後の対応にやっぱり巨額のお金と長い時間がかかります。それは その東京電力の利益の中から出さんといかんわけですけれど、前の年が2000億ぐらいあったんですよね、それが56億ですから、比率でいうと、前年比96.9%減ということです。で まあ、特に、まあ、東電の範囲というのは、まあ、意識高い系の人も多いんですかね、その新電力から、まあ、それはそれでいろいろ問題なんですけどその、えー、再生可能エネルギーを使ったところもありますでしょ、うん、そういうので、えー、小売りが非常に厳しいと、田舎の方でいやいや、もうそれはもうずっとあの宮殿さん、北電さん ねええー、四国電力にお世話になってますからって新電力と言われても私は分からないのでっていうところと違であそれならいいね言うて、うん、行く人も多い新電力のシェアは去年末の段階で東電管内30.4%全国で最も高いということですなので全体としては若干の黒字でしたけど小売部門である東電エナジーパートナーは 億円の赤字に転落をしておりますで、まあ、福島のことは東電の責任なんですけれど他はどうですかとなると、えー、東北電力北陸電力中部電力中国電力四国電力が赤字となっております。燃料費が 朝日新聞の集計によりますと、4兆3700億円前の年の同じ期よりも1.6兆円増えているということですね。うん、これもやっぱりあのまあ燃料費の高騰っていうのは止められない部分もありますけれど、えー、電力会社をまあ電力の販売の自由化っていうことをやった。 ことこれももう一回やっちゃったらなかなか止められないんですけどねええほんまにそれでええんかっていうこと今日はまあどっかで止まったり引き返したりすることの勇気とか計算とかっていう話に全部なっちゃうんですけどこのままでいいんですかねまずやっぱりまあ値段もそうですけど安定供給っていうのは大事ですからねうん。 供給できないっていう事態がひたひたと近寄ってきている感じがいたします。時刻は十時八分。日本維新の会と国民民主党参議院選挙一部選挙区で協力しようと言ってたんですが結局やめることになるということですね。はい。二つの選挙区です。うん。 えー、再協議に臨んでいましたが折り合いをつけることができませんでしたと、うん、あの前原さんが頑張って維新と話をしてたんですけど玉木さんなんかがいやそんなこと聞いとらんということですねっていう話なんですがまあ原稿にするときれいなことになっていまして、ね、合意内容の一部について国民民主党内で異論を唱える声が高まり維新との再協議に臨んでいましたが折り合いをつけることはできませんでした。 うん、えー、松井代表記者団に対して「破棄なら破棄でいい」というそういう言い方をしておりますけれどやっぱりねあの維新のことを知っていただこうと思うと、まあ昨日もそうでしたけれどあの大阪弁はネイティブな大阪弁で伝えないと共通語で編集された言葉では伝わらないですね。えー えー、関西発全国ネットにもなっております BS でも放送されておりますエートコのナレーターの私がお話をしますね。NBS、はい、のニュースサイトから文章は引用いたしますが国民民主党の玉木代表文章を交わしていますがその文章については党内手続きを経ていなかったので維新に再協議を求めていますと。うんでまあ、それに対して 松井代表、大阪市長が言っているわけですね。はい、では、大阪弁で申し上げます。ほな、もうええわ。もうええって言ってきて、玉木さんに、あわらしくて付き合ってられへんわ。いつの間にかはしご外されるもん。俺、聞いてないで終わるんやったらね、戦われへんわ、そんな人と。はい。えー。 このほなもうええわもうええって言ってきて玉木さんにあわらしゅうで付き合ってられへんわいつの間にかはしごはされるもん俺聞いてないで終わるんやったらね戦,へんわ戦われへんわそんな人と、はい、だそうです10時10分、えー、やっぱり美咲ちゃんなんですかね山梨県 のキャンプ場で行方が分からなくなって事件に巻き込まれたかもしれない事故かもしれないえ全く手がかりがないままお母さんは前に出て誹謗中傷を受けたりしながらもですねなんとか戻ってきてほしいと思ってやってきはりましたたまたま山中で子どものものと見られる骨の頭の骨の一部が見つかり 改めて捜索をした,をしたところ靴が出てきたとでこれがあ彼女の靴と非常によく似ているということですね、まあ、あれだけの人があれだけの範囲を一生懸命調べていたのになんで分かれへんかったのかっていうことは思いますけれど、はい、お母さんはいや違うと、うん、まだ何でも情報があればというふうに呼びかけてありますけれども。 あとはまあ DNA 鑑定ができるのであればその結果次第ということなんでしょうね10時11分不正のニュースが <laughs> 経済面で3つ出ておりましたんで、えー、もうなんかお話になってきますけどね、えー、これも結局止められへんのでしょうね引き返せないんでしょうね、うん、そういう人なんですね我々は 三菱電機が原子力発電所や鉄道会社などに出荷した変圧器で不正をしておりました。うん。深くお詫び申し上げますと社長、決算の会見で謝罪をしました。今年3月まで40年にわたって不正が続いていた理由は調査中であると説明をしませんでした。うん、そんなに深い調査が必要なのでしょうかね。 そのそこ自体に問題があるような気がしますそして水道管に不適切な塗料が使われていた問題で浸透塗料浜ヶ崎にございますこの辺でも看板をよく見かけますけどね別の工業用など別の塗料でも嘘のデータを顧客に提出するなどの不正が552件ありました一部の幹部は不正を把握しながら黙認をしていたと えー、そしてもう1つ、鈴木、えー、ディーゼル車の排ガス検査をめぐりまして検査の時だけ有害物質を抑える装置を使っていたそしたら、それはまあ通りますわな、うん、ドイツの検察当局ヨーロッパの拠点などを捜索したと、えー、2018年までに販売したディーゼル車2万2000台以上で不正をした詐欺の疑いが持たれているとスイフトとかですね。うん で先日ネットフリックスで TBS が作りました「七つの会議」という、えー、ドラマを見ておりましたそこで、えー、福沢監督の演出でですね最後登場する人物がその会社も不正をしていてそのことを隠蔽しようとする人がいてそして、まあ、トカゲの尻尾のように切られていく人は切られていき、えー、本当のトップは それを乗り越えてててまだ君臨しいいるっていうまあそういうざっくり言うと物語なんですけれどえネジをコストカットのために材質の悪いやつを作ってそれでもそんなもん問題なきゃそれで延桂っていう話があってですねであのそこで担当をしていた不正のことを知って いて動いていた社員の役者さんに言わしているのは「不正というのはなくならない」と「ただ、まあ、少なくすることはできますかね」っていうふうに言わしていましたね。うん、まあ日本人は正直ですということを聞きますと相手のことを考えて我先にと言って、えー、物を取っていったりせんと整然と並んでいく それが日本人なんです、まあ、それもそうなんですけどそそれもそうなんですけど一方でやっぱり組織の中に入った時に簡単に不正をしてしまうその不正を見逃してしまう、まあ、コストカットのこともそうですけど結局上に言われたら「はいはい」って言って「いやちょっと待ってください」という人間がつまはじきにされ「はいはいわかりました」って って言うて言何も考えずに、えー、あいつら考えてないですからね考えたらおかしいことはおかしいわけですからおかしいことをおかしいと思ってるのに考えておかしくないことにするっていうことはできないですから僕から言わせるとそういうひらめみたいな上の言うことを「はいはい」って聞いてるやつは何も考えてないですからねどっかえ大学出てるか知り合いませんけれど、うん、結局その能力は考えるというところに生かされてないですからね。 なくならないんですって、不正は、うん、ただまあこうやって上げられていくことで少なくはなるかもしれないというのが現実だそうです子供には聞かせられないお話ですね、うん、時刻は10時16分です阪神3連勝ですいやあそんな日がやってくるんですねやってきたんですねへ、えー、そうですか、勝ちましたか勝ち星が7つになりました 一時シーズン終わりまでいって10勝しかせえへんのじゃないかと言われてた時がありましたが10勝が見えてきましたよまだ4月ですよねえ4月にまあ4月中には無理ですけれどもねえいやいや10勝まで見えてきましたね <laughs> まあまあそうやっして喜べるっていうのも今年のタイガースファンでございますけど広島ファンの皆さん残念でしたね ヤクルトにリードしてたんですがなんと8回に9点を取られて逆転負けというような試合の結果もございました阪神タイガースと首位巨人のゲーム差が12ですか昨日巨人も勝ってますんでね12ゲームをひっくり返そうと思うとまあ23年はかかるかなというところでございます。 以上、朝刊チェックヘッドラインについてお話をしてまいりまして、今日はちょっとスタートが遅くて申し訳ございません。時刻は10時17分でございます。このあと、もう10時半ぐらいには増田さんが来はりますね。あまりないことやってられませんね。えー、増田健一コレクション、はい、の昭和レトロ家電と、それからポスターをですね、今日こちらで展示をさせていただきます。ポスターについては、何度かこう、あの、 中身を入れ替えて、はい、前半後半で変えようかなとかっていう話をしておりますけれどもで増田ケ一さんの昭和レトロ家電の面白い動作しているところをこちらから配信をしたりすでにあのアンテリジャンのスタジオで収録したものもご紹介をしていったりしております。 まあもう夏場に入ってるんでねちょっとあれなんですがこれも面白いなと思って増田さんの表情というかこれが面白いんでご紹介をしようと思います。では今日の昭和レトロ家電ンはこちらです。これは松下電器今のパナソニックが昭和36年に発売した高級600ワットコンロです。 一見するとこれ普通のコンロなんですがガードをつけますスタンドを立てますとストーブになりますとそれからスタンドを上げると持ち運びもできるという使い方ができますまあ、これで6畳人まで暮らす学生さんがねインスタントラーメンを作ってその後ストーブに当たってのんびりと過ごすという日曜日の昼下がりの午後がな、ね、やメニュー感でくるようです はい、えー、もう昭和レトロ家電愛の塊の人ですからね、えーえー、午後の昼下がり、はい、重複表現でございますけども、増田さん、えー、大好きです、はい。毎日1つずつご紹介をさせていただいてまいります。さて、もう1つだけ短く話題をお伝えいたしましょう。うーん な何の批判もなく今日の朝日新聞青鉛筆ですけれどこちらです、はいえー、なんとなくぼやっと見えますかあの大阪・関西万博のキャラクターです、はいえー、愛称募集が始まったそうです、専用サイトで5月16日の午後3時まで受け付けまして、えー、今年の夏に発表。 さまざまな形に変わる青い水に赤い細胞の連なりから命の輝きを表現していると聞くなんかはいアメリカのちょっと日本の感覚とは違うなというアニメに出てくるようなキャラクターですねこれに何と名前を付けますかということです。親しみやすさなど5つの観点から選ばれると。 いうことでございますけれどこのキャラクターを選んだ人たちのセンスとすると一体どんな名前になるのでございましょうかはい、ちょっと気になるところでございますではえ今朝の一言そして今朝の一枚に参りますね。時刻は10時22 でございますでは今朝の一言ですどうせ見ないだろうと思っていました池袋暴走事故で妻と娘を失った上誹謗中傷された事件で書類送検された男、まあ、すみません、同じ話を何度もして恐縮でございますが。 えやっぱり言い続けなあかんことは言い続けなあかんなと思っておりますんでえ松永さんに対して金目当て反響目当てそんな父親を喜ぶとでもというようなことを匿名のアカウントを使って投稿をし侮辱したということで書類送検されましたまあ送検された後どういう処分になるのかというところに注目をしていると私は昨日お話をしました。 送検を受けまして松永さんツイッターの送信ボタンを押す前に画面の向こうに心を持った人間がいることを想像してほしかった本当はこっちを紹介すべきなのかもしれないんですが22歳の愛知県内の男、まあ、各社身元が、まあ、載ってないんですけど分かっているので取材をしております。ななぜあのような投稿をしたんですか 大阪の別の交通事故のことを知ってもらおうというのか感想を述べようと思っただけで「一部携帯の不具合で売っちゃった部分もある」え「え携帯の不具合で売っちゃった?」「本人を傷つけてしまったしいろんな人から批判を受けたので申し訳なくなって消しました」って言ってますが「携帯の不具合で一部売ったところがある」って言ってる人間が反省してるようには思えないですね。 そして記者が聞きました誹謗中傷を受けて自ら命を絶つ人もいるじゃないですかと最初はどうせ投稿を見ないんだろうと思ってました松永さんは有名人なんでどうせそんなことは受け流すだろうという軽い気持ちだった22歳のええー、大人がですわそして事件後あなたのアカウントにも相当数の誹謗中傷が来てますね何言われてもええと思ってましたが 住所や名前までネットに出されてそれは参りましたと、まあ、匿名やからやっててどうせ民んやろうと思ってあるいは別の日テレやったかなのやつにはいわゆる炎上商法的なわざとそんなこと書いて炎上して反応があるのを「いいひひひひひひひ」と浜村さんが ファミリー劇場で言うように、うん、喜んでいたんでしょうね何を言われてもいいと思っていましたが住所や名前までネットに出されてそれは参りましたとつまりやったことに対しての反省は全くなく自分に自分に向かってきたからすいませんっていうそういうふうに言ってるとしか思えないですね松永さんとご家族に対して伝えたいことはないですかと記者が聞きましたまあそれは聞きますけど ろくな答え返ってくるとは思いません謝罪の気持ちはあります申し訳ないと思いますまあわかかんでしょ謝罪の気持ちはあります申し訳ないと思いますって言ったのかもしれませんけど謝罪の気持ちはあります申し訳ないと思いますまあ読み方次第でどのいでもなるんですけどね遊覧船の会社の社長が お騒がせして申し訳ありませんと言って土下座しました騒がれたから土下座してるっていうところに見られるようにどうも反省してるとは思わないですねだから昨日も話しましたが送検は一つの手続きの区切りではありますけれどその手続きで終わって不起訴なりそういう処分にはしてほしくないですね。 この人だけじゃないんですけど一抜百回という言葉があるようにしっかりとした司法の手続きを望みたいなと思います以上今朝の一言でしたでは今朝の一枚です永遠の七十歳いつもありがとうございますパッと見て見たことある花ですが ちょっと花の名前の分かる人どのぐらいいらっしゃいますでしょうかクレマチスっていうんですかはい僕そういうの疎いんで全然分かんないんですけど綺麗なお花ですねうん4月からなんか5月に入っていくなというそんな時期の花の色がこんな感じかもしれないですねありがとうございます あなたもぜひ今朝の一枚こちらにお寄せください info at mark.tenkomeri.com てんこもりは一ゼロ k o m o r i です長官チェックの最後は今朝の一枚あなたからの投稿がなければ始まりませんどうぞお待ちしております 今日もご視聴誠にありがとうございました。では、11時からオープンいたしますので、えー、今日は2時までとなっておりますけれども、天独天狗森スタジオでの昭和レトロ家電ポスター展にお越しくださいませ。お待ちしております。では、また明日。インジャンです。また明日。インジャングー。ポチッと高評価も忘れずにお願いします。